手が記録したタイムを上回り、ナリタ・ブライアンが菊花賞を制しました。ここに史上5人目となる三冠ウマ娘の誕生です。今日も取材のやつらがワンサーが来てんな。ご苦労なこって。それはそうですわ。何せ三冠ウマ娘というとてつもない偉業を果たしたのですから、次はいつこの歴史的な瞬間に立ち会えるか分かりませんもの。取材が押し寄せてくるのも当然です。まあ肝心のブライアンが見当たらなくてがっかりしてるみたいだけどな。ブライアンさんは早秀さんのお見舞いへ。前はお誘いしたのに断られましたものね。気持ちの整理がついていなかったのかもしれません。まあな、身内だけにショックもでけえだろ。それもありますし、有馬記念で共に走ることをブライアンさん自身も楽しみにされていたと思いますから。一緒に走りたかった相手が出走できないだなんて、少し心配ですわね。三冠ウマ娘をねじ伏せてみたかったものだな。それだけ元気があれば安心だ。天皇賞秋での怪我は想定外だった。お前との勝負、勝利の方程式はすでに組み上がっていたというのに。レースに方程式を用いるあたり、相変わらず頭でっかちの考え方だな。あ、私の頭は別に大きくない。ブライアン、私の方程式は机上の空論ではないぞ。有馬記念では必ず私が勝っていただろう。幼い頃、お前が運動会で一着を取った時のことを覚えているか。いや、記憶にない。だろうな。あの頃から勝つことが当然だったお前にとって、運動会の競争など記憶に残らないほど刺激のないものだ。天才と呼ばれる数学者はありふれた問題には満足できず、解けない難問に挑戦している時こそが至福だという。お前も同じだ。突出した才能がゆえに波のレースでは満足できず、いつも満たされることのない乾いた気持ちを抱いている。ただの努力では太刀打ちできない。だから私は模索し、そして見つけたのが今のやり方だ。闇雲ではなく、理論を突き詰めて的確に行う努力は結果としてしっかりと現れている。ならばなおさら有馬記念で証明してほしかった。話の本題はここからだ。病院は暇なのでね、私が出走しない有馬記念の方程式も組み上げてみた。その結果、何度計算をしてもお前が勝利すると出ている。私の出走が叶わぬことにお前がどう思っているか知らないが、必ず勝てよブライアン。その答えを出すのにわざわざ方程式はいらないだろう。勝つのは当然だ。それと、もし姉貴が有馬記念に出ていたら私に勝っていたというのはやはり机上の空論に過ぎない。だからいつか実際に証明してみせてくれ。必ず。ああ、約束しよう。姉貴の方程式とやらを証明してみせよう。有馬記念で。